今年もあの季節がやってきました。そう、福井の夏といえば福井フェニックス祭り。今回のいきいき情報福井ではその見どころをご紹介します。それでは福井フェニックス祭りについて商工振興課の高畑さんにお話をお聞きします。今年の開催日程を教えてもらえますか？はい、今年は8月1日金曜日から8月3日日曜日の3日間、阿諏訪川河川敷やフェニックス通り、福井市営競輪場などで様々なイベントが行われます。見どころはどんなところでしょうか？まず初日に行われる7000発の花火が夜空を彩る福井フェニックス花火、そして2日目の民謡よさこいちょらい、最終日の100万人のためのマーチングの3つが祭りの見どころとなっています。では1つ目の見どころ、福井フェニックス花火について教えてください。はい、今年は色とりどりの花火を通して福井市民また福井市の夢を表現するプログラムとなっています。特に希望や夢を感じさせる躍動感あふれる花火に注目してほしいと思っております。また越前ガニや腰のルビーなど福井の食の魅力をイメージしたスターマインや、福井市宣伝隊長朝倉夢丸や一条谷をイメージとしたオリジナル花火も打ち上げる予定となっておりますので、福井ならではの花火をお楽しみいただきたいと思います。そして名物のナイアガラなんですが、今年は上流側に100メートル増設し、全長300メートルに拡大します。これによって板垣橋会場からもご覧いただくことができるようになりますし、スケールアップした大迫力のエンディングを満喫していただきたいと考えています。今年はオープニングセレモニーが7時半から、花火打ち上げが午後7時40分からとなります。また入場できるのは午後6時からとなります。では2つ目の見どころ、民謡よさこいちょらいについて教えてください。はい、民謡よさこいちょらいではいちょらい節などの曲に合わせて12団体1200人の方が踊りを披露します。またよさこいちょらい大会では参加チームがそれぞれ自由な発想とコンセプトで音楽、衣装、振り付けを考えて演舞を披露しグランプリを競います。今年は45団体およそ1650人が参加予定で、まさに市民参加型とイベントとなっています。フィナーレの総踊りでは観客の方も演技者とともによさこいに参加することができますので、見るだけでなく一緒に踊って祭りの一体感と高揚感を味わってほしいと思っています。会場や時間を教えてください。はい、祭り2日目の8月2日午後2時40分よりフェニックス通りの大名町交差点から裁判所前交差点の間で開催します。その他にも昨年第60回を記念して披露された100人太鼓は今年200人にスケールアップして祭りを盛り上げます。また昨年13年ぶりに復活した商工みこしが今年もフェニックス通りを盛大に練り歩きますので、そのエネルギーを感じていただきたいと思います。3つ目の見どころ、100万人のためのマーチングについて教えてください。はい、100万人のためのマーチングは会場である市営競輪場を舞台に県内外のマーチングバンドやバトントワーリング、バレエなどで合計21団体総勢約700人が出場する音と光のマーチングショーです。マーチングバンドやバトントワーリングだけでなく花火などもあり、観客を飽きさせない演出を行います。100万人のためのマーチングは祭りの3日目最終日となる8月3日午後5時から行われます。また入場は午後4時からとなっておりますが、入場には入場整理券が必要です。入場整理券は市役所などで配布しておりますので、事前にご確認お願いします。なお、これらのイベントは天候により延期・中止となる可能性があります。初日の花火は雨の場合4日月曜日に延期、
2日目の民謡よさこいチョライト、3日目の100万人のためのマーチングは悪天候の場合中止になります。中止・延期の場合は祭りのホームページなどでお知らせしますのでご確認お願いします。3日間にわたり市内で暑い夏が繰り広げられそうですね。高畑さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さて、2日目に行われますよさこい一丁来ですが、祭りに向けて出場チームの皆さんが練習に励んでいます。前年度フェニックス大賞を受賞したみこと、上文字小学校の体育館を主な練習場所とし、男女合わせて30名が所属しています。みことは地元への思いを込めた演舞曲を取り入れ、振り付けは文殊山や阿諏訪川などの自然を表現。その迫力ある踊りは見る人の心をつかんでいます。さて、今年はどのような演出を行っているのでしょうか。お話を聞いてみました。それではチームのコンセプトについて教えてください。はい、今年は文殊山の自然から皆さんの心に響く力強い思いと優しさを表現しました。はい、今年は下は小学生から上は60歳前後までのメンバーが揃いました。それで頑張っています。みことさんのモットーとしていることを一言で言いますと何ですか？そうですね、元気と笑顔です。それで皆さんに感動を与えたいと思っています。観客にはどのようなところを見てほしいですか？うちのチームとしては男性のセンスの部分と女性の傘の部分が融合するところをちょっと見てほしいなと思いますね。福井の暑い夏をもう本当に踊り子みんなで盛り上げたいと思いますので、皆さんのご声援を本当に期待していますので、ぜひ見に来ていただきたいなと思います。まあ、言いにくいですけど昨年大賞いただいてますので、今年もぜひ大賞いただけたらなと思って頑張っております。それではいつ頃から練習に参加されていますか？いつ頃、私は今年の4月からみことに入らせていただいて練習させてもらってます。実際に練習に参加してみてどうですか？すごく楽しいです。やっぱ友達も増えるし、なんかつながりっていうか輪が広がっていくっていうのが分かる、楽しいのが一番ありますね。やっぱ自分去年大賞を取ったって聞いたんですけど、自分一回もその取ったことないので、今年も取ってみたいなって思ってます。チームの中ではどのような役割をしていらっしゃるんですか？後ろの方で大きい旗を振ってますね。はい、風に乗って気持ちよく、なびいてるような感じで振ってます。やっぱ昨年もやっぱ大賞っていう、素晴らしい賞をいただいたんですけども、やっぱ去年で、それで終わるだけじゃなく、やっぱ今年もやっぱ大賞を狙うような形で、やるっていうのが、チームの夢っていうか、目標でもあるかなと思います。では個人、とても仲がよろしい様子ですが、ご家族ですか？はい、義理の兄弟です。義理の、はい、私の主人とこちらの主人、ご主人が兄弟で、はい、で、はい、やってます誰が一番初めにみことにこう入られたんですか？私です。立ち上げた年に、応援に来てくれて、それでなんかすごくいいっていうことを言ってくれて、じゃあ一緒にしようっていうことで、もうそれからずっと一緒にやってます。昨年夢を叶えて、それでおしまいではなくて、今度は大賞連覇を狙いたいと思ってます。はい、今年も、みんな一丸となってもう一度大賞を取るように、頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
先ほど熱心に指導されていましたが、はい、西村さんはどのような指導されているんですか？はい、先生からいただいた振り付けを、みんなに振り落とししたり、全体練習の構成とかを考えたりして、やったりしています。はい、特に力を入れて練習されている点はどういった点ですか？はい、本番にですね、お客さんが見てもらって楽しいと思ってもらえるように、みんなが本当に楽しく踊れるように、心がけています。やっぱり練習は苦しいんですけど、その練習をずっと続けることで本番で、楽しさが体から出てきて、お客さんにその笑顔とかも出ますし、お客さんにその感動が伝わるのかなと思っているので、その辺を、重点的に伝えています。それでは最後に、今年の目標は何ですか？はい、もちろん去年に続いての大賞です。今年もフェニックス頑張るぞ。8月3日に行われる100万人のためのマーチングは、福井競輪場舞台に県内外から21団体総勢700人が参加。すり鉢状になったバンク内の色鮮やかな芝生のグリーンを舞台に繰り広げられる華麗で迫力あるマーチングやバトントワリング、演奏はもちろん一糸乱れず繰り広げられる華麗な隊列の変化が楽しめます。今年は県外からの招待団体として宮城県バトンチームのほか、吹奏楽の名門福岡聖華女子高等学校吹奏楽部の出場が予定されています。今回は市内から参加するチームの練習を訪ねてみました。練習に励んでいたのは仁愛女子高等学校マーチングバンドドラム校の皆さんです。マーチングバンドバトントワーリング全国大会15年連続29回出場、また県内のさまざまなイベントに参加するなど精力的に活動を続けています。こちらが仁愛女子高等学校マーチングバンドドラム校の顧問、くしけた先生です。よろしくお願いします。お願いします。早速ですが、今年のコンセプトを教えてください。はい、今年は山沢博之さん作曲の水面に刺す赤き影の波紋という曲を演奏させていただくんですが、その方のショーを去年も一度やらせていただきまして、去年は武蔵坊弁慶をテーマにやったんですけれども、今年は同じ作曲家の方のそのタイトルの通り、水面の波紋を動きであったり振り付けであったりで波紋が表現できたらいいなというふうに思ってます。チームの特徴について教えてください。全国でも大変数が少ないんですが、普通マーチングバンドというと管楽器が入ってるんですけれども、うちはメロディーもリズムも全て打楽器だけで演奏しています。大変珍しい編成ですので、ぜひ楽しみにご覧いただけたらと思います。1年生が4月の末に部活動を始めたんですが、その子たちが初めて出る本番ですので、もちろん大変緊張もすると思いますし、ミスをすることもあるかと思うんですが、観客の方にはそれができれば伝わらない本番であってほしいなというふうに思います。で、今年のショーの1回目の本番になりますので、精一杯そこまでの練習の成果が出せればいいなというふうに思っています。チームの夢について教えてください。はい、もちろん全国大会に今年でもう30回目の出場になるんですが、選んでいただければ30回目ということになるんですが、全国大会での金賞受賞っていうのはチームにとっても大きい夢なんですけれども、生徒みんな一人ずつが精一杯一人ずつの個性を出して演奏してくれることが私にとっては夢です。与えられたものではなくて、自分たちの内面から出る演奏ができるっていうことが一番いいことかなというふうに思ってます。練習に参加している生徒さんにお話を伺いたいと思います。練習に参加してみてどうですか？辛いことの方が圧倒的に多いですが、できた時の達成感はすごく大きいです。今年は人数も少なくて大変な部分もあるんですけど、一人一人の
音をすごく大きくしたりするように練習を頑張っていきたいと思っています。では夢を教えてください。去年は全国大会で金賞を逃してしまったので、今年は3年生最後の大会ということもあり、絶対に全国大会で金賞を取りたいと思います。教えてください。お客様全員にマーチングの魅力や陣愛の力強さを伝えることができるように精一杯全力で頑張ろうと思います。チームの夢を教えてください。北陸大会を1位通過して全国大会では金賞を取り、悔いのない結果で終わることです。意気込みを教えてください。はい、この本番ではもう最後になるので、その練習の成果と一生懸命楽しくやることと、みんなで華やかさを出せたらいいなと思います。夢を教えてください。はい、みんなで一団結をして全国大会で金賞を取ることです。福井フェニックス祭りを盛り上げるぞ。おー。続いてご紹介するのは福井工大福井中高等学校バトントワリング部の皆さんです。バトントワリング部はバトントワーリング全国大会にチームで10年連続出場。個人の部でも亀井玲奈さんが北陸選手権でグランプリを獲得するなど、さまざまな大会で活躍をしています。また地域のさまざまなイベントで息の合ったバトンやダンスの演技を披露し、ステージを盛り上げています。こちらが福井工大福井中高等学校バトントワリング部の仙石監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年のコンセプトは何ですか？はい、メンバーの大きな夢があるんですけど、全国大会という大きな夢があるんですが、それをこの曲に乗せて一つずつ立ち向かうように、こう一つ一つ苦しいこととかいろんなことがあると思うんですけど、その夢をこう膨らまし最終的に成功させていくっていうものを一曲の演技に作り上げてきました。私たち福井高等学校のバトントワリング部は男子の生徒もいまして、2人男の子と女の子とペアを組んだりとか、あとリフトっていうのがあるんですけど、男の子が女の子を持ち上げたりとかっていう、男の子とペアでじゃないとできないものっていうものを工夫をして入れているところが見どころかなと思います。はい、観客の皆さんにどのようなところを見てほしいですか？はい、今回の一つの物語として作り上げてきているの中に、バトンをまず空中にバトンを上げたりとか、あとは腕で転がしたりとか、もちろんペアでリフトを持ち上げること、そういうこともあるんですけど、2本バトンを操ること、3バトンといって3本のバトンを操るっていうものが、いろいろこの物語のようにどん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 こうメインがこう膨らむように演技を作ってありますので、一つも見逃さずにお客さんたちが見ていただけるのではないかなっていうのがありますので、そこをちょっと見どころとして見ていただきたいなと思います。はい、チームの夢を教えてください。はい、全国大会で入賞することです。入賞することだけではなくて、福井中高等学校バトントワリングとして、この学校にふさわしい生徒として、これから先ずっと背負っていくっていうことを忘れずに、全国の夢に向かって頑張ってほしいなっていうふうに、私の中では私の夢でもありますし、生徒の夢でもあると思います。はい、それでは参加中の生徒さんにお話を伺いたいと思います。練習に参加してみてどうですか？はい、バトンというのは演技の中で一本もバトンを落とさずに踊ることがすごく難しいんですけど、それを踊るためにはやっぱり日々の練習がすごく大事で、
チームで踊っているので、みんなと心が一つになっていないといいものが作れないので、日々そのいい演技に向けて努力しています。小学校1年生の時に家族で100万人のためのマーチングを見に行かせていただいて、その時にそのすっごいたくさんの人がバトンをくるくる回していて、本当に綺麗で、自分もあんな風に自由にバトンを回せるようになりたいと思って始めました。夢は何ですか？はい、たくさんの方々にもっとバトンのことを知っていただいて、バトンがメジャーになるように自分たちも努力することと、もっと大きな大会があるんですけど、それに向けて今夏からずっと頑張っていくんですが、その舞台でも自分たちの持ってる力が最大限に発揮できるようになればいいなと思います。頑張ります。福井高校のバトン部は初心者から経験者までいろんな子がいるんですけど、それを一つの技を教え合って、みんなで協力して練習しているところがいいところだと思います。意気込みは何ですか？はい、小さいお子様とかたくさん見に来てくださると思うんですけど、バトンを知ってもらって私もやりたいって思ってくれる子がたくさん来てくださることと、子どもからお年寄りまでをに夢や希望を与えるような演技ができたらいいなと思っています。夢は何ですか？今団体の演技を練習しているんですけど、全国大会に向けて今練習していて、全国大会で観客の皆さんとかを圧倒できるような素晴らしい演技ができるようになりたいです。では練習に参加してみてどうですか？はい、私は高校生に入ってバトンを始めたんですが、そのチームで踊るには一人が欠けたり一人が外れていたりしていたら一つにまとまらないっていうことを学んで、その日々練習で一つになっていくっていう意気込みで頑張ってきてます。夢は何ですか？はい、今団体をしているんですが、全国大会に行きどこのチームよりも拍手がたくさんもらえるようなチームにしていきたいです。夢に向かって頑張っていってくださいね。はい、ありがとうございます。今年も一味違う福井中高の演技をお見せします。ぜひ見に来てください。頑張るぞ。第61回福井フェニックス祭り、今年のテーマは夢。祭りの期間中、たくさんの人がその熱い夢に向かって福井の街を盛り上げていきます。テレビをご覧の皆さんもぜひ会場に足を運んでみてはいかがでしょうか。